ポントカサステ水路橋と運河は、イギリス・ウェールズの北東、レクサム郡にあるトレバーの村とフロンカサステの村との間で、リー川ワの上に架か,かる航行可能な水道橋及び運河である。ランゴレン運河の一部にあたる。水道橋は1805年に完成し、英国で最も長く、最も高い。英国の文化財に指定され、また、世界遺産に登録された。 建造物でもある。水道橋は、毎年のべ1万層以上の運河船が航行し、また2万5千人以上の歩行者が渡る、英国最大のものである。トーマス・テルフォードとウィリアム・ジェソップによって築かれた、この水道橋は、長さ307メートル幅3.4メートルと深さ1.60メートルの規模を有する。主たる構造は、内部が、 空洞の石造り橋脚19本とその上にかけられた中鉄製のトラフからなっており、トラフはアーチリブを介して橋脚によって支えられる。トラフは高さ38メートルの位置にあり、その士官は16メートルである。多くの人々はこの水道橋の完成に懐疑的であったが、テルフォードは以前に少なくとも一つの水道橋を築いた経験を有しており、 彼には、自信があった。モルタルは、石灰と水、ウシチを混ぜたものが用いられ、中鉄は、近くのプラスカイナストン鋳造所で製造された。同鋳造所はこの橋のために建てられたと言われる。水路となるトラフは、フランジ付きの中鉄製鉄板をボルト止めにし、継ぎ目には、ウェールズ製フランネル及び白鉛と、 ボーリングで発生した鉄の粒子を混ぜた抗菌具材を詰めて水漏れしないようにして作られた。鉄板は長方形ではなく、伝統的な石積みアーチを彷彿とさせる形状をしており、下方のアーチリブに形状を合わせている。一形管につき四つあるアーチリブは中鉄でできており、外側にはめ板を張って内部が見えないようにしている。トラフは、 アーチリブに直接固定されていないが、トラフの底板には、突起が鋳造されており、これを、アーチリブに取り付けて動かないようしている。水漏れしないかを確認するため、水を入れた状態で6ヶ月間置かれた。当初エルズミーヤウンガと呼ばれたものの一部であり、一流の土木技師であるトーマス・テルフォードが手掛けた、最初の主要な土木工事の一つである。 現場監督はより経験豊かな運が建築技師である、ウィリアム・ジェソップが担当した。鉄は、シュローズベリーと、近くのケブン・マウルで、ウィリアム・ハゼルダインの鋳造所から供給された。水路橋は1805年に供用が開始された。走行費4万7千ポンドで設計、建築におよそ10年を要した。 片側にある船引き道は水路に張り出して設けられていて、航行するナローボートの脇を水が通るスペースを生んでいる。このことによってボートは水流に妨げられることなく、容易に水路を航行することが可能になっている。かつては船を引く人や馬の通り道であった、この船引き道は現在は歩行者のための歩道として使われているが、 欄干によって保護されているので安全に通行できる。一方、水路側の橋には建築当初から欄干はない。水路のへりは水面から15センチの高さしかないので、ナローボートの原則よりも下になり、船の上にいる人からは水路のへりが見えないというスリルある構造になっている。ここよりも規模はかなり小さいが、 類似した構造の事例として、コスグローブ水道橋がある。水路橋の維持、管理の目的で下を流れる D 側に、運河の水を排水することがあり、そのための排水線が存在する。排水時には150万 l の水が滝のように D 側に注がれ、これを見物する人も多く集まる。水路橋と周辺地域は、1999年に、 ユネスコ世界遺産の候補地として暫定リストに加えられた。2005年には水道橋は建築200年の節目の年として記念の催しが行われた。2008年にはイギリス政府より推薦書が提出され、同年10月にポント化させて水路橋を含む主要な運河の範囲にユネスコからの評価担当者が派遣され、 物件管理と申請性が分析、確認された。2009年の第33回世界遺産委員会で審議され、6月27日に世界遺産に正式登録された。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。